こんばんは、若松無料チャンネルでございます。今日はね、群馬県の、新聞で、上毛新聞、この取材がありましてね、前橋まで、上毛新聞の本社ですか、行ってまいりました。東京からね、高崎まで新幹線で行って、それで高崎からね、知ってる方が全部車で、新聞社まで案内していただきまして、まあ時間はかれこれそうですね、1時間半くらいだったかな。今ちょっと時間かかりましたですかね、まあ取材の時間ですね。ねえ、いろんなお話ができて楽しく取材を、やってまいりました。まあいろいろとね、このそういう、前橋の方がですね、努力していただきまして、まあいろんなところにね、お声をかけていただいて、なんていうのか広めていただいておるわけでございますけれども、まあ多くの方がねやっぱり、まあ呼んだ方はね、非常にこう感動していただいてるわけですけれども、まあやっぱりね、こう読む方をね、できるだけ多くの方に読んでいただかないとね、分かんないからね。だからまあ基本的にはね、まあ松田聖子の誕生っていうタイトルなんですけれども、まあね、私自身の自叙伝というのがこの本の一番の根っこでございまして、ですから大学出てね、ソニーミュージックに入るまでね、他の会社にいたりしたもんですから、そこの会社でね、どんなことやってたのか、どういう仕事してたのか、ね、どういうやり方してたのかとかね、いろいろとそういうことも含めて、書いてありますので、まあある意味でなんかこうビジネス書的な感じですかね。それでまあ前橋、それから高崎、いろいろと、ね、その方が、ご努力していただいて、まあできるだけ早いところでそのぜひ講演をお願いしたいというような話になっておりますので、近々ですね、まあ多くの方集まっていただいて、そこで、まあ講演の場を作っていただけそうな状況でございます。まあとにかく、そういうね、非常に熱心にねやっていただける方がいらっしゃるということは本当に、ありがたいことで、感謝の気持ちでいっぱいでございます。まあ、引き続き、まあ、これからも頑張っていきますので、よろしくご支援いただきたくお願いいたします。ありがとうございます。